くだら貨物ターミナル駅。くだら貨物ターミナル駅は、大阪府大阪市東住吉区今林3丁目に、ある、日本貨物鉄道、JR 貨物関西本線貨物支線の貨物駅で、ある。梅田駅、通称、梅田貨物駅の機能移転のため、2006年度から2012年度に、かけて、駅設備の改修事業が行われ、2013年、 平成25年3月16日ダイヤ改正に合わせて従来のくだら駅からくだら貨物タミナル駅に改称された。貨物駅としてのくだら駅が開設される以前に現在の東武市場前駅よりも天皇寺よりに旅客駅としてのくだら駅が1909年、明治42年から1963年、昭和38年まで存在してい,いが、これに関しては、 東武市場前駅を参照。下だら駅は大阪南部の貨物駅の取扱い能力を救済するために第二次世界大戦中の1940年、昭和15年に計画され、大阪市東住吉区熊田町に新設することで1942年、昭和17年2月に計画承認を受けた。この際に用地を取得したが、計画中止となってそのままとなっていた。 第二次世界大戦後、大阪南部の復興や人口増加に伴い貨物輸送量が急増し、大阪南部の貨物駅の能力が限界となってきた。特に、大阪南部の交通の要である天王寺駅について、客下分離を図ることで、処理能力を緩和する方針が1960年、昭和35年に打ち出された。これに合わせて、八尾、平野、天王寺の車扱い、 小口古吸輸送を全面集約し、天王寺、港町における小口中継を取り扱う計画となった。移転先は道路網が整備されていて、貨物扱いに適した天王寺駅から関西本線に沿って 5km ほど離れた場所が選定された。行地は、戦時中の1942年、昭和17年から1944年、昭和19年にかけ、 買収が行われており、残りの用地も農地改革の際に買収された。しかし当時から不法占拠の家が31個あり、1963年、昭和38年から立ち退きの要求、仮処分申請、そして訴訟が行われて、1967年、昭和42年までに退去させて用地が確保された。 年間60万トンの処理能力を計画し、1961年、昭和36年から着工されたが、この年の12月には、関西本線において、機動車の運転が開始されて、天王寺駅や平野駅の入れ替え作業が困難となっており、また平野天皇時間の高架化の関係もあり、早急に開業が要望され1963年、 昭和38年10月1日に年間40万トンの取扱能力で暫定開業した。この際に平野駅から分岐する貨物支線上の駅として開業し、平野駅からの営業キロは1 4トルとされた。さらに1964年昭和39年11月25日には駅の北側の少し離れた位置に 大阪市中央卸売市東部市場が開場し、そこへの貨物を輸送するために当駅から 2.1km の貨物線が伸ばされて、下ら市場駅が市場会場の前日である11月24日に開業した。当初年間60万トン規模を想定した計画であったが、荷主直結の輸送体制を整備するためにコンテナの取り扱いを行えるように一部の計画が、 変更されることになった。1965年、昭和40年10月に、コンテナ扱い設備が完成したが、その後くだら駅は、近代的な貨物拠点として整備されたことや、周辺の道路事情が良かったこともあって、コンテナの取り扱いは急増し、順次、コンテナ扱い設備が増強されるとともに、コンテナ研修設備なども整備された。 全面完成した1966年、昭和41年には、年間150万トン規模の貨物駅となった。また1966年、昭和41年10月からは、車運車による自動車輸送の拠点ともなっている。また王子、天王寺、港町などの鉄道小荷物扱いも1968年、昭和43年10月に、くだら港内に設置された。 くだらにセンターに集約された。再開発事業のために廃止となる梅田貨物駅を水田貨物ターミナル駅と当駅に半分ずつ分散移転させることに伴い、当駅の設備の改修事業が鉄道建設、運輸施設整備支援機構により進められた。これに伴い駅の面積は元の13.6ヘクタールから 周辺の気候所有地1.5ヘクタールを加えて15.1ヘクタールとなった。また、従来18両編成900トン対応であった、校内が26両編成1300トン対応へと増強された。従来、大阪東線、上東貨物線から関西本線に入る平野駅から東駅までの間は、貨物列車専用の線路がなく、駅へ到着する。 下り貨物列車は関西本線の上り線を逆走運転していた。これを解消するために貨物列車専用線を増設して参戦にする工事が進められ、2010年10月末に完成して使用が開始された。これに伴い、平野駅駅舎並びに平野駅付近の配線の改修が実施された。以前の構内は非電化であったが、 この改良事業に伴い直流電化が実施され、駅構内でのディーゼル機関車による入れ替え作業は全廃された。改修により、コンテナホームは従来の2面4線から3面5線に増強され、そのうち南ホーム、中ホームの2面は有効長535メートルで26両編成対応、もう1面の北ホームは有効長420メートルで20両編成応となった。 このうち南ホーム一面は着発線200方式に対応する。着発線は4線、出発線は2線、留置線は5線が整備された。さらに、当駅直下の馬場地稼働が従来は北駅一方、通行であったのを克服して対面通行可能とした。駅入口ではトラックの出入りが増えることから、 歩行者の動線とトラックの出入りを分離するため、延長160メートルの立体横断施設が整備された。総面積は15.1ヘクタールあり、3面のコンテナホーム、5本のコンテナに約線を備え、このうち2面4線が26両編成、1300トン対応、1面1線が20両編成対応である。出発線2線、留置線5線。 倉庫線1線、紀流線2線を備えている。大阪東線、上東貨物線を通じて、東海道本線方面との間での貨物列車の発着を行っている。駅本屋は、鉄骨造り4階建て1055平方メートル。鉄道倉庫が、鉄骨造り3階建て19200平方メートル。 にさばき上屋が1500平方メートル、コンテナ研修庫が440平方メートルある。鉄道倉庫には、倉庫線1線六6両対応が引き込まれている。駅北方に、大阪市中央卸売市場東部市場がある。今里筋を挟んで駅西方に、関西本線、大和地線の東部市場前駅がある。最寄りバス停は、今林東部市場前と、熊田である。 くだらバス停は西に約300メートルほど離れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。